なたたちの新しい未来に私は存在できないから、おやすみなさい。あなたにとっては遠い過去のユール。ここはどこ？私たちここに閉じ込められたの？私はここにはいない。時空の彼方で見ているだけ。ここはヴァルハラの影、見えない世界の底に囚われたあなたを見ている。私だけが閉じ込められたの？ユールは本当はここにいないってこと？私は遥かな過去にいて、今という未来を見ている。もうすぐ見えなくなる。私ここから出られないの？出られなければ終わらない夢の。ちょっと待って！違う人？そう、ユールたちの一人、あなたと同じ時代のユール。あなたは私と同じ女神エトロが選んだしもべ。女神のしもべ？時を超える力も未来を見る力も、ヴァルハラに眠るエトロの恵み、女神がしもべに授けた力。
私のお姉ちゃんもバルハラにいるの。何か関係があるの？彼女はエトロの神殿を守っている。バルハラから離れることはできない。だからあなたに託した。未来を変える力は女神の贈り物ってこと？あなたも違う時代のユールなの？そう、あなたの見知らぬ未来のユール。もうすぐ会えなくなる。私が見たことあなたに伝えたい。かつて6人と1人のルシが奇跡を起こした。6人の運命を一つにしたのは、使命を果たした1人のルシ。6人ってお姉ちゃんやスノーたちのこと？1人っていうのは私？使命を果たしたルシたちを女神エトロは憐れんだ。6人と1人、そしてもう1人の幼子が恵みを授かり、クリスタルから解き放たれた。あ、女神が私たちを助けたの？けれど時は歪んでしまった。消えゆくエトロには時を正すことはできなかった。あなたたちなら歪んだ時を元に戻せたかもしれなかった。かもしれなかった？今からじゃ手遅れなの？未来は。あなたはいつの時代のユール？私はあらゆる時代に生きて、あらゆる時代から消えた。数えきれない別れ。それが私。何かを伝えに来たの？あなたが呼んだの。ここはあなたの望みを映す世界だから。望みを映す？そう、時の流れの果て、人の願いが流れ着く場所。終わりも始まりもない閉じられた世界。どうして時を変えたいの？どうしてあの人を邪魔するの？どうして旅を続けるの？時を変えれば、あなたも傷つくのに。え？私。でも、もう旅は終わりだ。理解する必要はない。せっ我らはドアに呪われた。
層の歓喜に燃える。行け！
意志がカイアスの力を上回った。予想外の反撃を受け、カイアスの姿は消失する。だがそのために壊れた歴史はさらにねじ曲がった。時が正しくあるためにはカイアスもまた必要な存在だったのだ。残ったのはどの歴史ともつながらない場所、やがて消えゆく世界だった。世界の終わりのネオボーダムにセラは取り残された。君が選んでしまった世界だ。素直に敗れていた方が楽しい夢を見られたもの。セラ！あの時と違う。カイアスを倒すのは正しい方法じゃなかったんだ、うん、出口がなくなってる。世界の終わりに閉じ込められたんだ。してみようよ。希望を捨てなければ女神は微笑むってノエルが教えてくれたんだよ。そうだな。女神が呆れるくらい前向きに行くか。うん。あれは、うん、ノエルとユールに出会ってたくさんの夜と朝が過ぎました。クポ、パラドックスを解く鍵はカイアスと一緒に失われてしまった。クポ、この世界でユールと三人で暮らすしかなくなった。クポ、ユールは時を見なくなった。歴史が止まってしまった、そう言ってる。もう時を変える方法はないんだろうか。けど俺たちは旅を続けて時を超えるゲートを探してる。セラは諦めたりしないで今日も前へ進む。ライトニングやスノーたちとの再会を信じて。コクーンのない空、希望が見えない閉ざされた空、それでも私歩いていくよ。この空にまた輝きが戻るまで、かけがえのない人たちの笑顔に巡り会えるまで。行こう。クポ、クポ、クポ。